というわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行くわ、スカーレットちゃん。あなたには、つまり仲間たちから予言の手紙をもらった魔女がそのJで、そいつは結婚した後に魔女会を抜け、ええ、私たちが彼女に送った手紙、その意味はただ一つ、彼女も読んですぐに分かったはずよ。私たちに会いに来て、あなたが祝福へと足を運ぶ前に、一番の友達であり最も大切な姉妹と喜ぶ。じゃあ祝福を。家庭はあくまで家庭に過ぎないの。最終的に私たちを幸せにするのは旅の主。この質問をした子、あなたも分かっているでしょ。私たち女性は、けれど最も大切な友達と会うためなら、私たちは山や海を越える子。心から愛する友であれば、私たちは楽しさに満ち溢れる。クレイ、よくわからないけど、魔女がママの友達なのは強いて言うなら、魔女会は私にとって共に青春を。さて、他のメンバーはまた今度紹介するわ。まだ少し用事が残ってるから、花。またね、ママ。ほら、ドドコもママに。え、またね、クレイちゃん。それから親愛なる。あ、それと今の時期はあの日が近いはずよね。ええ、またウィンドブルーム祭の時期になりました、アリスさん。そして特別な記念日でもある。ええ、思い出したわ、遥か遠い昔の同じ。本当に偶然ね、またこの愛と自由の。くだらない。うっ、大丈夫？吐いた方が楽になるかも。大丈夫。ちょっと酔っただけだから。時間を見つけて飛行免許を取るといい。役に立つはずだ。はい。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。大したことじゃないんだ。アリスさんの話でも、僕が期待してたものとは、確かに最高の祝福が必ずしも本物。そんな風に思わないで。これはあなたのせいじゃないよ。いや、私があの予言。違う。決して君たちを責めてるわけじゃないんだ。ただ私は。この話はひとまず置いといて、ティマイオス。ウグイスさん、彼女が怒ってないか心配だ。君たち顔を上げてあっちを見るんだ。ん？ウグイス。あれがウグイスさん？本当にウグイスだ。ウグイスさん、本当にごめん。うちに会うのがそんな。その嬉しすぎて言葉。文句を言いに来たんやけど、その様子を見たら責められる。大事なことをやってるからうちを迎えに来られへん言うとったやろ。ヒヒ。ちょっと人の恋路を邪魔したらイノシシに蹴られますよ。え、そうなのか。ティマイオスが自分の幸せを。それよりも私は人の幸せを喜び、見返りも求めず精一杯私を。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は。私はスメールに行ったことがないし、それでもこれから先あなたは私とこんなに似てるんだから、私の言ってることを誰よりも理解できるはず。
あなたの抱えてる問題はすべて。私、今さら自分を受け入れることを学び、確かこれは私の両親が昔先月ご飯を食べてた時に、でもそれが人生なんだって言ってた。だからね、二人ともなんだかすごく盛り上が、そうだ、これって種か。うん、この前スイートフラワーを研究するのがすごくいいものとまではいかないけど、とても甘くてとても育てや、私今年の風の花はこれを選んだの。うん、これをアビディアの森に植え、これ、このノートをす、君が勉学に励んでいることは聞いたよ。このノートはどれもスクロースに頼まれ、ありがとう。もうな、あ、スクロース、今だぞ。おお、そうだった、危うく忘れるところだったよ。いいの？もちろん。あ、幸せの雲。幸い試験管にはまだ少し期待が残ってる。研究結果が出たら真っ先に連絡する。手紙を書いてくれ、届いた。どうやら、あ、ティナリ師匠、ペンフレンド、ふうふうと息を吹き込んでできた。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれで、俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな、そうだ旅人、このカードの裏面を君に。これはセノの意志なんだ。おそらく俺は強いぞ。ちょ、うわ、かなり自信。ちょっと待ってくれ、あ、コレイもプレゼント。うん、郷に行っては郷に、これはスメールローズで作ったしおりだ。モンド人は今日という日に、知ってるか、ティナリ、そういう過程じゃなくて。それからパティサラの種を、うわー、オイラたちの、これが、ああ、これが私の答え。モンドの種じゃないけど、これは、これを感謝したい人に昼夜を問わず思い続け、うん、そう。スクロース、お、あの雲、こんな風に暇をもてあそぶことになるとは。笑えるな。はっ、無駄だ、くだらない。Now let's get the points.行くぞ。
again. Sudah, ada tuh, please.